宇宙は約138億年前にビッグバンによって誕生した。これは現在の宇宙理論における定説となっています。しかし、イギリスリバプール大学の研究チームは量子重力理論の一つである因果集合理論によって驚愕の結果を得ました。それは宇宙に始まりはなく無限の過去が存在していたというものです。ビッグバンが始まりではない、無限の過去とはどういうことなのか、今回は宇宙の始まりについてお話しいたします。まず、現代の物理学には異なる2つの理論が存在します。それは量子力学と一般相対性理論です。大きな成功を収めた実績のある2つの理論、しかしながらそれぞれ不得意とする分野があります。量子力学はミクロな世界は得意ですが、重力に関してはまだ完全に説明ができていません。量子力学については過去の動画で詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。一方、一般相対性理論は重力に関して非常に強力でかつ正確な説明ができる理論ですが、宇宙の始まりやブラックホールの中心に存在していると考えられる特異点という時空間については一般相対性理論がうまく機能しません。特異点とは何か。銀河がその距離に比例する速さで私たちから遠ざかっているという観測事実から、現在の宇宙は膨張しつつあるとされており、時間を過去に遡ると最終的に小さな一つの点になると考えられています。あらゆる物質がこの点に集中し、物質の密度が無限大になります。このような点を特異点と言い、物理理論が通用しません。ここでは重力も無限大になってしまいます。一般相対性理論に当てはめると、重力が大きければ大きいほど時間はゆっくりになっていきます。そして無限ということは、時間が停止した世界であり、時間が止まれば時間の概念、そして存在の概念もなくなります。つまり一般相対性理論が破綻してしまい、そこはいわば神の領域と言わざるを得ません。しかし、多くの科学者たちは宇宙の始まりを神の領域とすることを良しとせず、この問題を解決できる理論を模索しました。そこで登場するのが量子重力理論です。量子重力理論は重力の理論である一般相対性理論とミクロな世界を得意とする物理理論の量子力学を統合させたものです。量子重力理論の例としては超紐理論やループ量子重力理論などが有名ですが、どれも完成には至っていません。リバプール大学の物理学者ブルーノ・ベントー氏は時間の本質を探る研究を行っています。今回宇宙の始まりを研究する際に量子重力理論の一つである因果集合理論を取り入れました。あまり耳にしたことのない理論、因果集合理論とはどのような理論なのでしょうか。現在の物理学では時間や空間は滑らかに連続した布のようなものと考えています。しかし因果集合理論では時間や空間を連続的なものではなく、時空の基本構成要素は点のような最小単位の粒の集まりで、因果律によってそれらは連結され拡大していくネットワークのような形状になります。つまりこの理論では時空には最小単位があるというのです。物質を細かく分割していくと最終的に物質の最小単位である素粒子になります。
素粒子を扱う量子力学では、エネルギーが取る値は不連続なものなのです。これを離散的と言います。これと同様に、連続的だと思われていた時空も実は不連続になっているというのです。例えばパソコンのモニターはドットや画素と呼ばれる小さな点が並び、それぞれを点灯させることによって画面を表示させています。時空もそれと同じように最小単位が集まって成り立っており、この最小単位より小さい距離や時間は存在せず、最小単位を超えてお互いに近づくことはできません。この理論がなぜ重要なのか。それはこの理論では時空の大きさがゼロにならず特異点の問題を回避できるためです。膨張している宇宙の時間を過去に遡ってもゼロになりません。そのため宇宙が有限の大きさにとどまり特異点に遭遇しないので、ビッグバンより過去も計算可能になります。また因果集合理論では、時空を原因と結果の因果関係で結ばれた連続体だと考えます。原因に対して結果が生じる、それがずっと続きます。一般相対性理論は時空は分解できず一つの流れとして見ますが、因果集合理論は原因と結果の連鎖から時間の流れが生まれるという考えです。そこで弁当氏とインペリアルカレッジロンドンのスタブ・ザレル氏は宇宙の誕生について共同研究を進めました。その結果、彼らの研究では因果集合は過去に向かって無限に続くという結論に至りました。結果の前には常に原因となる事象があり、ビッグバンという宇宙の始まりは存在しないというものです。彼らの理論によれば、我々がビッグバンと捉えているものは常に存在する因果集合の連鎖にある特定の瞬間に過ぎず、真の始まりではなかった可能性があるというものです。ただし因果集合理論をもってしても、ビッグバンより前の宇宙がどのようになっていたのかは未だにはっきりとは分かっていません。時空の最小単位からなる宇宙が無限の過去からずっと存在していたのか、それとも宇宙は膨張、収縮を繰り返しているのかもしれません。しかし宇宙に始まりそのものがないのだとしたら、始まりや終わりという概念そのものにとらわれている間は、その答えにはたどり着けないのかもしれません。我々が追い求めるこの世の真理の深さに驚くばかりです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。